まあ、そのタイミングでここだと思ってですね我々の方から、はい、まあ、今までの、まあ、スマートフォン中心のところからいろんな分野にこう展開していきたいっていうタイミングでしたので、はい、今回のダイヤモンド経営者クラブ対談企画は事業アライアンスをテーマにお届けします。お越しいただいたのは株式会社モルフォ代表取締役社長平賀正樹様、株式会社セキュア代表取締役谷口達也様のお二方です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初に自己紹介をモルフォの平賀社長から一言いただけますでしょうか。はい、私株式会社モルフォの代表しております、平賀と言います。弊社モルフォはですね、まあ、画像処理ですとか画像認識のソフトウェアの、開発をしておりまして、例えば、こういった、スマートフォンの中のカメラ機能を、手ブレ補正であるとか HDR 撮影ですとか、そういったアルゴリズムの開発ですとか、あと最近ですと、車載カメラ向けの画像認識のソフトウェアの開発などもしておりますし、それからファクトリーオートメーションで使われる、まあ、部品の検査のようなところで使われる画像認識の技術ですとか、それから、まさにあの関谷さんと一緒にこれからやろうとしている、まあ、インフラ周りですとかセキュリティカメラ周りの画像認識の技術などを開発しておりますと。で今あの売上の中心はスマートフォンのカメラ機能の開発なんですけれども、今後そういったあの車載カメラですとか、セキュリティカメラですとかいろんな分野に進出していきたいというふうに考えているところでございます。はい、まあ、簡単ではありますが、はいはい、ありがとうございました。では続いてセキュアの谷口社長、よろしくお願いいたします。はい、株式会社セキュアの代表をしております谷口と申します。弊社はですね、あの同じように AI 画像認識と監視カメラ入体室管理システムといったセキュリティを掛け合わせて、まあ、新しい価値を作っていこうというような事業をやっております。画像認識と監視カメラを掛け合わせることによって、実はその監視カメラというのはセキュリティ以外にももっと多目的に活用していけるというようなことで、まあ、その可能性を追求していこうということでやっております。例えばこれから無人店舗のシステムとか、あるいはスマートシティ、スマートビルディングといったところも、まあ、弊社のシステムの、応用延長線上にございますので、まあ、そういった新しい価値を作っていくということをやっております。でちなみに今はですね、オフィスとか、店舗、工場を中心に、5000社ほどにシステムの導入をさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今回は両社のアライアンスによって開発されたセキュア群衆カウントソリューションを中心にお話をお伺いする予定なのですが、このサービスはどんな用途で使われ、どのような特徴を持ったものか谷口社長から説明いただけますでしょうか。はい、セキュア群衆カウントソリューションはですね、まあ、既存の監視カメラを使って、商業施設とかイベント会場、まあ、避難所などのですね、混雑度を、まあ、AI を使って解析するというような、サービスになっております。でこれまでの、混雑度を、計測するサービスというのは精度を高めるために専用のデバイスを活用したり、あるいはカメラの設置位置を、まあ、かなりこう微調整というかですね、調整しなければいけないんですが、今回はですね、モルフォさんとの、まあ、共同開発で AI を強化したことによって、まあ、一般のカメラを使って、まあ、精度の高い混雑の分析、それと予測を行えるようなサービスとなっております。なるほど。そしてこのシステムにモルフォさんの先端技術が使われているわけですね。はい、はい、ではここからはクラブ事務局の北村に進行バトンタッチしまして、新たなアライアンスが生まれた背景や成功の秘訣などについて語っていただければと思います。はい、ではここからは北村が進行を務めさせていただきます。まずは谷口さんにお伺いします。モルフォさんの出会いというか、その事業の内容を知ったのは、実はここのダイヤモンド経営者クラブのイベントだと伺ったんですけども、その時どんな感想を抱かれてお話聞かれてたんですか。はい、おそらくあの時上場された後だったと思うんですけれども、ね、
このまあ画像認識とか画像処理の分野で当時やっぱり業績を上げられている会社さんってそう多くなかったと思うんですけども、うん、そういう中で、まあ上場まで果たされてですね、まあ事業を大きくされているっていうのはすごく、まあ、僕は注目以前から注目はさせていただいておりまして、はい、でまあダイヤモンド経営者クラブで講演されるということでしたので、はい、もうすぐに申し込みをしてですねありがとうございます、はい、講演を聞かせていただきました。でその時印象としてはすごくスマートな方で自然体で、はい、なんかこう何て言うんですかね、おごることもなく素晴らしい経営者だなっていうごめんなさい生意気な言い方ですけどいうようなやっぱり上場したての頃ってなんか皆さんなんかすごくこう勢いのある感じ受けるんですが、はいはい、それでもなんかすごく自然体な感じがあったので、僕はすごくまあ私自身もなんかそういうスタイルがいいなっていうふうに自分自身の経営のスタイルとしても感じてたので、はい、すごくこう魅力的に感じてました、はい、その時もすでに何か一緒に仕事したいなとかできそうかなって思ったりしましたか？そうですね、その時にはまだ、まあ、我々の領域でこういった画像認識を活用していくっていうところは、はい、まだちょっと技術的にですね、はい、まだちょっと早いタイミングではあったんですが、うんうんうん、いずれ協業できるタイミングが来るだろうということで、はい、まあ、その時にはぜひ、ね、一緒にやらせていただきたいなということはずっと思っておりました、ね、はい、今回 の, その関谷群衆カウントソリューションこれはどのような形でどのような提案をされたイメージですか？あ、そうですね、もともとちょうど2019年の夏か、はい、だからちょうど2年ぐらい前ですかね、の頃に、まあ、私たちもちょっと事業がですね一段階こう規模が大きくなるタイミングでしたので、はい、資本の増強を持ちとしていこうということで、まあ、資本業務提携ができるような、まあ、そういった先をこう探しているタイミングでですね、はい、別の方からですね、うん、改めてご紹介いただく機会がありまして、はい、まあ、そのタイミングでここだと思ってですね我々の方から、はい、まあ、ぜひ資本業務提携していただけませんかということでこう持ちかけてですね、でその中で、まあ、第一弾として、まあ、今回の、はい、まあ、群衆カウントソリューションの、まあ、共同開発というような形が なったわけです。今回の新サービスが先にありきではなくて資本業務提携できる先というところが始まって今の結果が、そうですね、はい、幅広く協業ができるというふうに思いましたので、うん、はい、まあ、我々の方からこう申し入れをさせていただいたというような形になります、ね、これ確かあれなんですよね、私たちの子会社でフィンランドにあるスタートアップで、はい、トップデータサイエンスという、うん、会社があるんですけども、もともとそこがそのクラウドカウンティングの技術開発をしていて、でそれを、関谷さんにお見せしたら、はい、こういったサービスに使えるんじゃないかって、はい、あ、なるほどね、で、そういう意味で言うと、うん、平川社長側からの逆提案みたいなものが入ってたって感じですか？まあ、まあ、そうですね、うちの会社からの、うん、まあ、提案の中の一つに、こういったものもあったと。そういう部分で言うと何かその申し出に対して結構トントン拍子に一緒にやろうみたいな流れだったんですか？その辺は平川さんどんな、まあ、もともとそうですよね、業務資本提携をやらさせていただいて、はいはい、で我々としてもその、まあ、今までの、まあ、スマートフォン中心のところからいろんな分野にこう展開していきたいっていうタイミングでしたの で、はい、で関谷さんも大変素晴らしい会社だなっていうふうに思っていたの で、うん、でやっぱり組む相手としてはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、でそんな中で、まあ、今でもこう進行中の、まあ、いくつか案件があるんですけれども、はい、一番最初にこの群衆カウントの方が、はい、まあ、一応サービスインと言っていいですかね、はい、はいはい、していってると、うん、なのでもう本当にこれ単発ではなくて、なるほど、まあ、いろんな連携の中の一つというふうには考えてますね、うんうん、はい、非常にいい関係ですよね、確かにね。実際にそのお話って何ですかね、お互いのどのあたりをどういう技術協力になってるんですか？基本我々は本当に何て言うんでしょう、要素技術、はい、アルゴリズムの開発のところで、はい、それをこうシステムとしてパッケージにされてるのが関谷さん、はい、そういう役割分担かな。そうですね、はい、その周りにアプリケーションを開発したりこうクラウドのサービス化をしていたり、はい、あとはこう、まあ、デバイスも必要なので、はい、まあ、その辺をこうつなげて、まあ、サービス提供する部分を我々がやらせていただくというような形で、はい、今回 の, そのソリューションの中ではその諸穂さん側の技術としてはどのような技術を主に使われている形なんでしょうか？まあ、我々の技術としては本当にそのアルゴリズムの部分でして、はいはい、なんて言えばいいのかなそうですね、そうですね、まあ、AI ディープラーニングを活用して、はい、映像の中からどれぐらい民衆が、はい、
密集してるかっていうのをこうヒートマップ的に出すんですけれども、そこのアルゴリズムの開発をその我々とそのトップデータサイエンスというフィンランドの子会社が一緒になってそこのものを開発していたという。あとその事業アライアンス全般の話になるんですけども、そのモルフォさんかなりいろんな会社と提携されたりとか、はい、あとはもしくはその技術共有されたりすると思うんですけども、はい、そういうパートナー選びで何か大事にしてるのって何かありますか？どうですかね、パートナー選び、ね、まあ、結構、うん、その、まあ、いろんなパートナーさんと一緒にやらさせていただいていて、はい、例えば車載カメラですと、はい、デンソーさんとか、うん、はい、まあ、セキュリティの分野だと、まあ、関谷さん、うん、それから、はい、まあ、スポーツとか AR、うん、VR 系でいうとコンセプトさんという会社であるとか、はい、先ほど申し上げた、トップデータサイエンス、はい、フィンランドの会社ですとか、あとやっぱり画像認識系で、PUX さんという会社とも結構事業連携させていただいているんですけれども、はい、まあ、いくつか、要素があるんですけれども、はい、まあ、一つやっぱりちゃんとビジネスをやっている会社さん、はい、まあ、地に足つけてビジネスをやっている会社さんと、パートナーを、はい、こうさせていただくことが多いかなというふうに思いますね。じゃないとなんかこう一時のこうブームでワッと盛り上がっても、その後がなかなか続かないというのがあるので、はいはい、まあ、基本は地に足ついてちゃんとビジネスをされてる、はい、会社さんっていう、まあ、事業の広がりがちゃんと見えそうだなっていうのがそうですね、まあ、そういう部分でいうとやっぱり新しいマーケットの開拓みたいなところが大きなテーマになってくるんですかね。そうですね、我々としてはもともと先ほども申し上げたように、はい、まあ、携帯電話ですとか、はい、スマートフォンのカメラ機能のところで会社としては大きくなってきたんですけれども、まあ、画像認識ですとかカメラってこれからいろんなところにどんどん、はい、ついてくるようになるので、そのスマートフォンに限定したビジネスというよりはやっぱりカメラあるところでは我々のこう、まあ、テクノロジーが使えるような形、はい、そういう世界を実現したいということで、まあ、その一環としてやはり関谷さんとも今回アライアンスを、まあ、させていただいたという形になりますね。関谷さん側もですね、テクノロジーを売りにした会社だと思うんですけども、そういう技術会社同士の提携で何か意識されている部分ってありますか？そうですね、まあ、私たちはシステムという単位でものを考えていきますので、うん、はい、基本的にはそういう要素技術というか、はい、まあ、そういった技術を持たれた会社さんとの、まあ、供給が多いんですが、うんうん、結構まあ僕たちその単純にその技術を採用するだけではなくて、はい、やっぱこう例えばエンジニア同士がまあ一緒にこう協業するためにまあミーティングをしたり、はい、まあ、いろんなこう課題を解決していったりする過程で、やっぱりその技術を生み出すその人たちとか、はい、その人たちをこう育んでいるこう組織とか、うん、その会社の土壌みたいなのにこう触れることがすごく大事だなと思っていて、はい、やっぱり何ですかね、そういった組織文化みたいなのがあるから、そういう新しいテクノロジーとか新しいアイデアとかって生まれてくると思うんですよね。で、割とまあ私たちの会社は最近新卒が多いんですけども、はい、やっぱ他の会社さんとやっぱりこう出会う機会とかがないの で、ね、エンジニアだとやっぱりそういったところで、すごくこう刺激を受けるというかですね、まあ、インスパイアされるっていうところが、まあ、うちの会社のこう組織文化を育む上でもすごく大事だというふうに思ってますので、はい、まあ、そこのところはすごく何て言うんですかね、積極的にそういう機会を、まあ、国内だけじゃなくて海外の企業さんなんかでもコラボする場合には、うんうん、もう積極的にエンジニアを行かせたりしてます。はい、今の話の流れでその諸星さんと一緒に仕事されて、あ、ここすごいな諸星さんって何か感じた部分とか、何、はい、かその会社の中でなんか参考にした部分ってあったりしますか？そうですね、これうちのエンジニアたちも言ってたんですけど、はい、やっぱりこう柔軟性とスピードみたいなところがあって、ものすごく自由な感じで、はい、結構お互いにこう意見というか、こうなんか課題があるとアイデアを出し合うようなところがやっぱり素晴らしいなっていうようなところで、何かすごいこう本当におそらくこう平賀社長の持たれている雰囲気がそのままこう会社であるのかなっていうようなそんな感じですね。平賀社長いかがですか？いや、でも逆に関谷さんもすごく柔軟で、はい、まあ、スピード感持って、うん、いろいろビジネスをされているというか、ね、クラウドカウンティングも少し見せて、あ、これ面白いじゃんみたいな感じで、ね、開発が始まったので、うん、その辺やっぱり感度が近いというか感性が近いというか、その辺もやっぱり結構重要なポイントですかね、そういう意味で言うと。あ、まあ、そう、それは価値観が近いというか、ね、フィーリングが合うっていうのはすごいあると思いますね。その社長の魅力みたいなものも多分提携で大きいと思うんですけども、ちょっとなんか2人で褒め合ってもらってもいいですか？社長
いや、なんか、まあ、やっぱり素直な方で、はい、まあ、いろいろ苦労されてますし、うん、まあ、この人は多分絶対裏切らないだろうなっていうところと、はい、あと、まあ、やっぱり地道にしっかりやってらっしゃるっていうのが素晴らしいところだと思いますね。はいはい、谷社長いかがですか。ありがとうございます。なんかすごく恐れ多いですけど、いやでもやっぱり平賀社長も本当に愚直で、はい、こうやっぱりこう経営を見て経営方針とかもやっぱり売れないっていうかですね、はい、すごくこうまっすぐに事業に向かわれてるなっていうところが本当に素晴らしいなって思ってますし、まあ、手ぶれをさせない会社ですね。確かにぶれないですね。ぶれちゃダメですよね。まあ今後いろんな一緒にまた新しい事業取り組んでいくと思うんですけども、どんな可能性をなんかお互いに感じているかって何かいただければ。我々の会社ってもうあくまでその、まあ、要素技術、はい、まあ、いろんなところに組み込まれる技術の一部を作ってる会社になる、はい、会社なので、はい、まあ、関川さんの、そういったシステムですとかサービスの中に我々の技術が使われることで、うん、で関川さんのビジネスが広がれば、うん、やっぱり我々のビジネスも一緒に広がっていくみたいな、ね、そういった世界が実現できるといいかなというふうに思ってますね。そうか、要素技術とそのシステムであるソリューションが上手に組み合うことによって新しいマーケットを作れますって感じですよね。そうですね。そのあたりにそれを受けて谷口社長はどんな感じ。そうですね、まさに我々こう現場でいろんなお客様と接していく中で、はい、やっぱりこう監視カメラ我々のセキュリティのそのシステムに期待していただく、うん、要素とものすごく大きいんですね、うん、カメラを使ってもっとこんなことしたいあんなことしたい、はい、でただまだ今は、例えばハードウェアがこうまだちょっとスペックが足りなかったりとか、はい、いくつかこうボトルネックがあるんですが、まあ、それはこう時間が経過することによって、まあ、必ず解決していくところで、うん、まあ、そうするとよりこう応用範囲というのが広がっていきますので、はい、まあ、その中でまだまだ新しいサービスというのは本当にたくさん生まれてきますので、これから、まあ、今なんかより多分数年後の方がおそらくモルフォーさんとのこう協業のシナジーというのはますます大きくなっていくんじゃないかなというふうに思っています。あ、そうですね、実際にお客さんと接する機会が多いのは関谷さんなので、そこからのフィードバックって我々次に何を作ればいいのかとか、そうですね、そういったところにも活かせるんですよね。確かにそうですね。会員さんの方にも関心ある方がいられると思いますので、まあ、こんなようなことが何か一緒にできたら面白いなっていうようなご提案も含めてですね、今後の将来ビジョンを少し語っていただければと思うんですけども。 ありがとうございます。まあ再三お話しさせていただいてますけど、私たちもこの監視カメラとか入退室管理システムの、まあ、高度化というかこの可能性をこう追求していきたいというようなことで、うん、今新しくですね、昨年から自分たちで開発をした無人店舗ですね、はい、AI ストアラボというのをこう運営させていただいておりまして、うんうんうん、今様々な実証実験を行っているところです、はい、でここは画像認識以外にも、まあ、いろんなテクノロジーをこう、実装して、まあ、新しい試みってできると思ってますので、うん、独自のですねサービスとか技術をお持ちの方で、まあ、なんか供給できるような会社さんがありましたら、はい、まあ、ぜひ一緒に組ませていただいて、新しい価値を作っていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では平賀社長。そうですね、まあ私どもの会社はもう本当に なんて言うんでしょうね、こうテクノロジードリブンな会社でして、はいはい、うん、でまあ、テクノロジーこそが、まあ、世の中を変えていくっていうふうに、うん、考えている会社になります、はい、今、カメラって、はい、スマートフォンの登場以来ものすごくこうたくさん毎年作られるようになってきてまして、はい、それこそスマートフォンって毎年10億台以上出てるので、10億台以上のこうカメラが世の中に毎年作られていると、はい、でそれに伴って、どんどんそのカメラデバイスの価格自体も低くなっていって、はい、うん、で街の至る所にもこうカメラがつくでしょうし、自動車なんかにも1台に何十個ってカメラがついてくる、世界が来るであろうと、うん、でそういったところで、まあ、我々の技術が、いろんな人にこう知らず知らずのうちに使っていただいているっていう、はい、まあ、そういう世界を、実現したいっていうのが、うん、あるので、まあ、基本人間が目で見て判断できることってカメラでもできるはずなんですよね、はいはい、なので、人間が今まで目で見てやってきたことってこれからどんどん、はい、AI とかカメラを使って、ね、代わりにコンピューターカメラがやってくれるようになってくれると思うので、そういったところにぜひ貢献していきたいなっていうところが、あります。
ますと。なので、そういう今目で見てやっていることで何か困っている方がいらっしゃったら、ぜひ我々と一緒にこう未来の目を作っていきたいなと思います。今まで事業の主力はスマートフォンが多かったわけですよね、はい、それが業務用とか産業用とか広がっていく、そうですね、ポテンシャルが非常に広いと思いますけど、はい、まあ、その一つの入り口が今回の関谷さんの連携、そうですね、その一つの形になっているわけですよね。わかりました。本日は貴重なお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。今後のさらなる発展を期待しております。